ではお話しさせていただきます。実はこのねじめ先生と平井さんの枠組みの中で、僕今までもうすでにちょうど1年間かけて2回ほどお話をさせていただいて、その中で常にパラケルシスという話をしてきたんです。実は今日もその話なんです。レジュメの方ですと2番目の方にパラケルシスとパラケルシス主義という話が出てくるんですが、今日はもう少しそのパラケルシスとかパラケルシス主義と呼ばれるもの、あともう少し説明いたしますが、ヨーロッパの枠組みの中でどういうふうに位置づけることができるだろうかといったいわばコンテクストの方をもう少しはっきりさせたいなと思っております。それがまず1番です。1番がキーワードを使ってお話をしたい。そして2番目でもう一回パラケルシス、その中でのパラケルシス主義の中での自然神学、といったものをお話し、そして3番目にある程度今度はもう少し先の話、その後どうなったのかといった話をしたいなと思います。メインは1番と2番になるかなと思っています。では、まず宗派形成、ポスト宗教改革期宗派形成の時代としました。この言葉、ドイツ語であるんです。コンフェッショナリゼーンと、それから宗派形成の時代、こういった言葉もあるんです。コンフェッショネレス・ツァイト・アルター、ツァイト・アルターが時代という意味なんです。でドイツ史学です。ドイツ史の中であくまでも枠組みの中で使われている言葉、概念です。で特にこれを1980年代、ちょうど今から30年ぐらい前から、活発に議論されているんですが、この宗派形成、コンフェッショナリズムという言葉を使って、この、時代としては16世紀後半から17世紀初頭の時代です。を捉えようとするわけですが、特にそこでコンフェッショナリズム、パラディグマという言葉が言われたりします。いわばパラダイムとしてこの時代を捉えることができるんではないか、そういったいわば歴史叙述上の概念として提案され、今だんだんと落ち着いてこう定着しつつある概念だと言えます。でただそれでも学者によってですね、まだブレがあるのは一体いつからこの宗派形成というものが宗派形成の時代とみなされるのかに関しては細かなところで少しブレがあるんです。特にはっきりしているのはルターより後ということです。ルターに始まった宗教改革が1517年ですが、でそれからおよそ10年ぐらいしてからもうこの宗派形成の時代が始まったとみなす、極めて、そういう意味では早く始まったとみなす、視点もあれば、いや1954年、これはアウグスブルク宗教和議という形でドイツ神聖ローマ帝国においてルター派の教会が一応社会制度的に認められた時期から1555年から始めるべきだという、視点もあります。僕の中でとりあえず、非常にまだまだ大雑把ですが、大体この辺だと思ってます。1555年から1648年、1648年というのは30年戦争が始まった時代です。で実際この今までこの時代はドイツ史、それからやはりこれはキリスト教の歴史、特にドイツにおけるキリスト教史、教会史に関わる時代なんですが、あまり研究が進んでいなかった部分であります。ルターが出てきて、それで宗教和議が出てきて、とりあえず終わり、いつの間にか30年戦争が始まって、1618年から、それで48年にウェストファリア条約ができて、さらに近代が始まるよというところが、メインによく研究されてきたんですが、このいわば隙間を埋めようというのが、この宗派形成という概念が提出された背景と言えます。でじゃあ、宗派という場合は、もうもっぱらこの3つです。ルター派と改革派ないし、カルバン派も含めた意味です。それからカトリック、何度も繰り返しますが、ドイツの中でということです。でそれぞれがルター派、コンフェッションアウグスティアーナというのは、アグスターナというのはアウグスブルク宗教信仰告白です。アウグスブルク信仰告白、30年できて40年にもう一回変わったんですが、いずれにせよ30年代、40年代出来上がる。で改革派というのはコンフェッションヘルベティカ、スイス系の信仰告白書、これが36年、それからカテケーシス・パラティーナ、これはハイデルベルク信仰問答というわけです。これが63年に出来上がる。一方でカトリックとしてみると、何よりこのいわゆる対抗宗教改革と言われますが、ゲーゲン・リフォルマツィオン、そして一つ45年から63年にかけて何度も公会議、トリエント公会議の中で、このルター派、改革派、カルバン派が出てきたものに対して、もう一回カトリック内部でも引き締めをしましょうという会議が開かれています。ここうしてこのいわば、そうですね、16世紀の真ん中あたりからそれぞれの宗派が、自らをもう一度引き締め直して新しい宗派ができつつ、そしてカトリックも出来上がっている、これで刷新していこうとなっています。で、この宗派形成という考え方の一つのポイントは次なんですが、教理史と文化史という視点があります。今まで基本的にこの特に宗教、ドイツの中におけるキリスト教の歴史なんていうと、基本的にやはり教理史だったんですね。教理というのは、ドグマ、カトリックの考え方はこうである、そして、ルター派はこうである、そして改革派はこうである。例えば生産論というのがありますが、パンとブドウが、礼拝の時に本当にキリストの、血と肉に変わるのか、それとも単に象徴的なのか、単に象徴としてのものなのか、そういった例えば生産論に関わる教理の歴史として今まで書かれてきたものに対抗してそれを補完する形で文化史の視点をもう少し入れましょうという考え方になっています。特にそうすると単に教会の中のそのドグマ、教理の発展ということだけではなく、特に他の、分野です。これまでいろいろ教育研究が進んだら、そのそれぞれの地域においてこの新しく出てきた教理がどのように実践されていくのか、それを確かめていきましょうといった、ローカルな、研究というものが進みつつ、また、場合によっては教育です。教育機関として、教育機関を設けて、そこでそれぞれの宗派がどのように民衆に対してその自分たちの信仰を伝え、そして維持していこうかといった視点もあります。さらにもちろん学問によってもある程度言える可能性があるわけですね。カトリックであればイエズス会の流れというものも例えばあると思います。それから文学についてもある程度言えると思います。それぞれの宗派においてそれぞれの文化がどのように関わっていたのかという話です。まさにこの文化史的な点と、おそらく今後お話、今日も最後にお話があると思うんですが、インテレクチュアルヒストリーというものが、接点が少なくともあるのではないかという考えを持っております。ただ一方でもちろん批判も、の余地ももちろんあるわけですね。あくまでこれは今ドイツ史学の話としました。ではドイツ語圏以外でこの宗派形成、特に3つの宗派がどのように、生まれていったのか、その生まれていき方、それぞれの距離の取り方といったものが、そしてさまざまな文化との接触が他のドイツ語圏以外の、例えば欧州、ヨーロッパの他の国々、場合によってアメリカも含めてもいいかもしれませんが、に適用可能なのかどうなのかといったことについてはまだまだ分かっておりません。あくまでもまだドイツ国内のドイツ語圏、神聖ローマ帝国内でのお話での研究方向性だということです。そして、次のポイントがより僕らのこのお話と関わってくるわけですが、そもそもじゃあ三大宗派と今が現在から見ている3つの宗派があるんだけれども、その当時は確かに三大宗派どんどん力を持っていって、それで社会的にいわばインスティテュートとして、成立していくんですが、その横周りにはさまざまなもっと他の細々とした、動きがあったはずであると。そういったいわば三大宗派の中に取り込まれなかったようなものを我々はどうやって見ていかなくちゃいけないのか。逆に言えば、そういった、今現在から見て3つの宗派はどうやってできてきたのかというところを見ようとすると、必ずそれ以外のものをあくまでも排除していく可能性があると。彼らこの3つの宗派はそれぞれ、3つの中だけで戦ってたわけではなくて、他の小さなグループ、信仰、経験、といったものも排除し、そうすることによって自らを固めていったという流れがあるのではないかという視点が成り立ちうると思います。その中で、2番目です。次、文化、今度はですね、まさにその三大宗派以外の流れとして、我々パラケルス主義とその宗教家という視点が成り立ちうるのではないかと考えられます。まず一つです。ずっとこれも、これまでの、研究会でお話ししたことなんです。ちょっと簡単にまとめます。まず、医師パラケルススです。これは医者なんですが、1993年もしくは94年に生まれ、1941年に生まれた、医師なんですが、彼はものすごい大量の文章を残しているんです。それも、本当に大量なんですが、ルターに次ぐドイツ語圏ではルターに次ぐ量のドイツ語著作を残したとされているのが、その大部分が結局生前には残って出版されることなく、ほとんどが未完このまま残されていた。でその中で、彼の著作とね、2つに大きく分けられます。医学的、自然哲学的著作、と一方で神学的著作です。でその次、パラケルス主義出版運動で、彼が死んでからおよそ20年ほど経ってから、それから17世紀初頭にかけて、この、残された遺作が出版されていくという運動が起こるんですが、もっぱらここで出版されている内容はこの A のグループに限られるわけです。 B については、ごくごくまれな例外を除いて基本的にまだいまだに20世紀21世紀にかけてもエディションという形には、残っておりません。あくまでも流通していたとすればハンドシュリフト、マニュスクリプトの形でのみ、趣向の形でのみ、流通していたであろうと考えられます。この1960年代から始まってくるパラケネシス主義出版運動ですが、その中でまず一番の最初の要素として入れるのが、ここに書きました錬金術的パラケルス主義、不思議な言葉ですが、アルヘモパラゼルティスムスなんていう言葉で、呼ばれております、最近。もっぱらそのパラケルスス、医師のパラケルススが、医科学ですね、医学と化学を合わせたもの、医科学と言いますが、そういった化学的な医学に関する著作を出版していこう。そしてかつその出版するにあたって、彼らパラケルスス主義者たちが序文をつけて、そのパラケルスス本人のテキストに自分たちの序文をつけて、さらに自分たちの考えをそこで述べていく。そして錬金術的パラケルスス主義というものが60年代から大きく出版活動として広がっていくわけなんですが、その中で大体やはりもう始まって10年経つとです、1570年代から16世紀末になってくると、今度はそういった医科学であるとか錬金術的なもの以外に、一つ今度は宗教的な、内容、要素を含むような、運動へと変化していく。これがこの16世紀後半のパラケルス主義の一つの変化と言えます。その中で、じゃあその宗教的パラケル主義といったものがどの辺に見られるのか、といった一つその当時の、パラケルス主義者たちの名前をそこにざっと出しました。シュペルバー、リンク、フィグルス、ハーゼルマイル、クロルギ、パラケルスス文書とありますが、あまり有名な人は多分いないです。この中で有名なのは一人いるとすればオズワルド・クロルという人ですが、この人は随分かなり彼の著作です。これ全部数字は、著作の、出版もしくは成立した、年になります。オズワルド・クロールというのは、随分さまざまな言語に訳されました。ラテン語でもともと1609年に出版されたんですが、バジリカ、キミカ、化学の正道という本があるんですが、これはかなり大きな反響を持って、需要もよくされたんですが、それがあまり、そんなに有名ではないですが、彼らは自分たちの著作の中で、まずパラケルススをいわば褒めたたえるわけです。パラケルススというのは、医学の化学、錬金術的なものを、推進し、かつ、彼の考え方にはキリスト教的な信仰に関して極めて重要なものがあるんだということを言い始めるんです。その中で、それまではいわば錬金術師とか化学師、キミアといった流れの中でパラケルススをいわば、こう持ち上げていたものが、今度は宗教的な人物として持ち上げるようになっていく。なぜではこの1570年代から16世紀末なのかというところが次のページです。2ページ目、彼はこういった、宗教的ないわばパラケルスス解釈をしていくわけなんですが、と同時に、自分たちがどういう時代に生きているのかということもその中で述べております。そこで時代認識としたわけですが、彼らの考え方で、彼らのテキストを読んでみると、こういうことがいっぱい書いてあるんです。まずもうこの時期は、この我々が住んでいる時代は宗教的に混乱している、さまざまな戦乱が起こっている、で具体的なあそこであんなことが起こった、こんなことが起こったということを、また報告したりしております。それから何より、そもそもその戦乱、宗教的戦乱としたんですが、その、背景にあるのは、この信仰の分裂であると。で、特にその当時の神学者たちというのは、論争ばっかりしていて、常に口で何だかんだかんだ言ってるだけであると。ね、シュトライト・テオロギーとか来ましたが、まさにこういった宗派対立が全て我々、彼らが全て時代にとって、原因であるという時代認識を、持っております。もう書いております。そして同時にここからこういった宗教的洗顔というか、そもそもその神学者の対立といったものを、終末の印として、解釈していくわけですね。ここから我々また終末論、この当時の16世紀、17世紀の終末論と結びついていきます。まさにこの、宗教改革以後の宗派形成時代の対立が終末の印であるというふうに理解している。これは実は前回お話しした内容と関わっているので、ちょっと歩きます。次のところに行きたいと思います。そこで次に出てくるのは、自然神学という言葉です。英語ですとナチュラルセオロジーといいと思います。ナトゥアテオロギーと言いますが、非常に大胆にまとめますと、こういうことで自然を認識することによって神を認識しましょうという考え方です。で、この考え方自体は別にこの当時、この16世紀、17世紀特有のものだとは思いません。で、さらに言えばパラペルシス主義者たち特有のものでもないです。おそらく自然というのはこの場合、神の創造物であって、神の創造物を見ることによって、その創造者である神の考え方を知りましょうというのは、おそらく新約聖書、パウロあたりまで遡れる、もしくは共同書簡あたりぐらいまで遡れるだろうと思います。少なくともそういう意味において、決して目新しい考え方とは言えないんですが、それでもこの時代、終末と印にあふれている時代に、彼はこういうことを言い始めたわけです。その中で新しく出てきた言葉が、彼らが使う言葉がこのテオゾフィーという言葉です。今までも他の日本で流通している本の中で出てくる言葉だと思うんです。その中で特にこの神智学、神の知、テオは神ですね、ソフィーですからソフィアですから知識。で、この日本語訳正しいと思うんですが、テオゾフィーでございます。で、彼らが言ってるのはまず哲学と神学の一致。哲学というのはこの場合は自然哲学ということです。自然とは何なのか、そして、神の創造物としての自然を理解すること、彼らはそれをナチュラルフィロソフィーとして捉え、そしてそれを研究するものを、フィロソファーというわけですが、彼らは。で、一方で神学、このまさに神学の方は、論争神学ばっかりやってるんじゃなくて、この哲学と一致する、調和させることによって、この対立を克服する道があるのではないか、そういうことを言い始めるのが、このテオゾフィーという言葉を持って、そういった考え方を、主張し始めます。で、さらにその中で、じゃあ、自然哲学の中でも、もう少し、領域を狭く、もしくは方法論を狭くしてくると、次です。テオアルヒェミーとしました。神学的錬金術です。自然を研究しようといったときに、それを化学的な方法でもって自然を研究するということを彼らは言い始めるわけです。例えば、錬金術的作業。例えば、何か物質を分けるわけです。火にかけて分離しましょう。なんていうことが、そしてそれはこれもまたパラケルス主義とか初期近代だけではないんですが、昔から中世からある考え方として、例えば非金属から貴金属をしましょうというのは、一つ、古い、汚れた体を捨て、そして新しい再生した体に生き返る、再生する、その意味において救済、であるという自然は、中世からありますが、その中でもルターの中でも出てくる考え方です。卓上録、達成例で伝承としましたが、あくまで伝承です。ルター自身がどこまでここに介入して、この卓上録に、関与したかわからないですが、あくまでその卓上録の伝承の中で、錬金術的作業と終末における救済を比較しようといった流れがあります。さらに、錬金術師としての神、そもそもその創造主である神自身が錬金術のような作業をする。最初に、ある所源、資源物質を分離していく、まさに分離というのはこの当時のパラケルス派の連携術の一つの大きな考え方です。さまざまな分離していることによって火を使って分離していくんだと。そうすることでさまざまな自然的な事物を作っていく。彼らがやろうとしていることはまさにもともとは神がやってきたことなんだという考え方です。そもそもこのアルケミアと呼ばれる技術、もしくは考え方、思想自体が神の贈り物であると、ドヌデイであるというふうに言って、いわばこの大学外にある伝統ですね、技術の伝統です、アルケミアというのは。そういったものをもう一度このキリスト教的な意味合いで、一種権威化し、正当化していくといった作業がここで行われています。これをまさに進めていったのが科学主義者です。さらに、聖書記事の錬金術的解釈というところまでやり始めます。よく知られているのは、特にその創世記の部分で、創造の部分を先ほど言った通り、何かしらの資源物質を用意して、そこから神が分離していくという考え方はよく知られているんですが、今日もう一つお持ちしたこの、さまざまな版の書とマニュスクリプトのコピーに出てくるのが一つ良い点なんですが、パラケルス的もしくはパラケルス主義的トリアフリマに基づく週末の記事を創設といわば対象するわけです。アルファとオメガです。アルファとオメガの部分に関してもう一回自分たちでトリアフリマで考えてみよう。トリアフリマというのは、日本語ですと三原質というふうに言われていると思うんですが、円と量と、水銀、この世の中に存在するすべての自然的な事物がこの3つに分解できるであろうという考え方です。で、これに対応するであろうと考えるのが資源総論。一番下から土があって、水があって、空気があって、火、この古代から伝わっているやつですと、特にヨーロッパ、ギリシャ、古代ギリシャがこの土、水、空気、火でもって自然の事物は全て出来上がって、そのミクチャによって出来上がっているという考え方に対抗して、三原質、塩、硫黄、水銀であるという考え方です。その中でこの今日持ってきましたパウル・ディンクという人です。このパウル・ディンクというのはもともとはパラケルス主義者はもちろんそうなんですがの中で、このパラケルスの、A というグループですね、医学的自然哲学的著作の全集を作った際です。それが89年から90年全集が最初の全集と言われています。もう少し続編とかその後に出るんですが、基本的にこの年で1580年から90年にかけての中でその編集作業に携わった人です。で、彼自身は、この89年、90年代の全集は、あくまでも A というグループだけなんですが、彼はこのパウル・ディンクがそこに携わったパウル・ディンクは、ある程度この B のグループ、自然哲学、神学的著作も持っておりました。そしてこの三時代についての正しい報告、レヒタビリット・フォンデン・ロハリエン・ゼクーリス、という中で、それまで全く知られてなかった、流通していなかったパラケルスの神学的著作をいくつか、引用してるんです。で、その中でまたそれとはまた別に、今日お持ちしたところはですね、第2ペテロ、新約聖書の書の方ですね、ペテロの手紙ですか、の題ですね、の3章12節で、こんなことが書いてあるんです。その日、天は焼け崩れ、諸元素が燃え尽き、溶け去るといった内容のところを、彼はまさにこの3つ、トリアフリマの考え方で表現しようとしております。見ていきましょうか。1枚目の方がこのタイトルページなんですが、2つ目ですね、右側に写真がついてて、左側に246ページとなっているところです。左側に246ページの左側に行数を振っております。21に3行目です。23行目、22行目から見ましょうか。Eine Auflösung、今22行目の真ん中あたりを読んでいます。ドイツ語で書かれているんですが、解けること、oder Zertrennung、分解しましょうか。Der Borrein ersten Substantiv ist、すなわち3つの諸元的なサブスタンスが、分解されること、すなわちここで彼は錬金術的な、文字を使っております。右のページの、真ん中よりちょっと下あたりですね、この四角があって十字がついている、その後に LIS、そして次の行に行くと、メルクリイ、それからスルフリースという形で、このまさに、サリスは塩です。そしてメルクリーとメルクリウスが水源、そして、スルフリスがこのバレスイオンにあたります。の分解によってこの、第ペトロ第3章12節を表現しようとしている。いわば錬金術的な解釈をここで提供しようとしております。これが一つこの神学的錬金術テオアルケミーの中の聖書記事を錬金術的に理解していこう。といった、試みの一つの例といいます。このようにしてパラケリストの中でも自然神学といったものが出来上がってきて、さらにその彼らが、進めていたこの先ほど1ページの下の方に書いている代表的な人物たちが、パラケリストをどう理解しているか、どう表現しているのかというところでまた変化が見られます。もともとパラケリス像、パラツェルトスビルというとしました、2ページの真ん中です。この変遷と様式がスチリズイレンと。もともとパラケリス自身、自分をかなり古代に評価する、癖がある人で、自分をこう言ってたんです。モナルヒ・メディコールの医学の君主、もしくは医師たちの君主であると、自分は医師の他の医師より上に立っている人間なんだなんてことを言っていた。で、これが、1960年代以降の錬金術的パラケリス主義者によると、あらゆる理系の君主、モナルヒ・アーダ・クンセという形で、もう一段、様式化され、こうより大きな存在として描かれるようになる。これがさらにその後になってくると、宗教的パラケリス主義者になってくると、モナルヒ・デス・クリステンドゥスと、こういう表現、キリスト教世界の君主、もはや医師、単なる医師でもなく、それからさまざまな義芸の、マスターだけではなく、でもキリスト教のいわば信仰にかかる部分に関して、モナルヒ君主である、というふうに表現が出てくるようになります。さらにここからはまたもう一つ終末論と関わるところですが、パラケリスがこの当時現れたのはまさに終末が到来する、先駆けであるというような表現、もしくはパラケリス像が出てまいります。それが最後にかかっているもう一つだけ、パラケリス主義的概念、いろいろあるんですが、先ほど言ったトリアクニマ、この三原子と言われるものもそうなんですが、もう一つこの終末論に関わるもので、この聖伝者エリアス、エリアス・アルキスタ、といったものがあります。もともとはこの、錬金術的パラケリス主義者によれば、彼は、聖伝者エリア、エリアス・アルティスタと呼ばれるものが天からもう一回地上に戻ってきて、すべての今まで知られていない起源、を明らかにする。で、その時は終末になるんだというんですが、これがまた、宗教的なパラケリス主義者になると、単にエリアスタは、エリアス・アルティスタ、そういう言葉を使います。エリアス・アルティスタは、今まで知られてなかった技術をすべて明らかにするだけでなく、キリスト教の、に関する神学に関するあらゆる神秘をまた、暴露するんだといったふうに、変わっていくといった流れがあります。さあ、最後の時間をお話ししましょう。3番ですけども、パッとお話します。受容詞、じゃあこういったものがどういうふうにもう一回歴史的に、位置づけられるのかというところで、最後、今度はもう一つ、この宗教的パラケリス主義者たちが他の人々にどのように授与されたのかというところです。ポイントは2つあります。1つはプロテスタント、特にルター派内部から現れる反体制的な潮流としました。これはプロテスタントの中にから出てくるプロテスタントの正統派に対抗しようとする動きです。内部の中である、1つの、異分子の流れといってもいいかもしれません。特にこれが17世紀の初頭から始まって、大きくこの特に出版活動としては17世紀初頭から始まってきます。よく言われる、ここで指摘されているのは、これまで歌派内部が多元化していったんだと、いわば正当的なものだけではなくて、さまざまな動きが出てきて、それが出版活動として、広がっていく。例えばバイエル主義と呼ばれるものがあります。バレンティン・バイエル、この人も一応プロテスタントの、牧師であり、それからまたバラ十字運動といったもの、それから、ヤコブ・ベーメンといった人の、特にこの、バイエルとベーメンに関して言うと、彼らは生前中はほとんど出版物を出し、少なくとも刊行はしてないです。あくまでも身内の中で、手紙の原稿をこう回覧させるだけだったんですが、それがそれぞれが亡くなった後です。これパラテルスとよく似ていると思われるんですが、そういった後にバイエルの、それからベーメの著作と呼ばれているもの、文を出版し始めるわけです。でその中でやはりこのプロテスタントの宗教改革、それから彼女のプロテスタントだけではないんですが、さまざまなこの宗派対立、そして宗教的な洗礼を背景としたさまざまな新しい道を探そう、経験の道を探そうといった内容がそこで見て取ることができます。それからヨハン・アルント主義、特にこれはもう少し、さらに伸びて17世紀末の経験主義というのがドイツの方で出てきますが、ピエティスムと呼ばれます。その前史にあたるのがこのアルント、その方支持者たちの流れの中でどのようにこのパラケルス的な、宗教的パラケル主義がどう、取り入れられているのかといった問題があります。まだこれは全然研究が進んでいるとは言えない状況です。それぞれ難しいと思います。バイエルの主義、ベーメン主義、正真正銘の本当のバイエルのテキストなのか、ベーメンのテキストなのかわからないところがいろいろあったりして、非常に難しいところです。まだ今後の研究が待たれるところです。それから今度は、この宗教的なルター派正統主義の反発としました。今度はこのパラケルススに直接対抗していこうとする反パラケルスス主義としました。アンティパラテルジスムス。彼らの中で一つ、3人ほど代表的な人間を出しました。アンドレアス・リバビウス、この人もともとはアルケミー、近日と呼ばれるものを守ろうとする、ただパラケルスのやり方、パラケル主義者たちのやり方とは別にアルケミーを守ろうとする立場の人なんですが、彼らが出てきて、さらにその後、1615年、その次の1622年には、ルター派の神学者です。これはもう、教理を守ろうとする人ですが、フンニウスという人です、ニコラス・フンニウス。さらに30年代だと、匿名とルター派の著作家、アノニウムとしまして、グルント・リヒター・ベファイス、もっとタイトルが長いんですが、この例えば3名は、この今までお話ししました反体制的な潮流を、さまざまなものが入っているはずですね、バイエルだとか、ベーメンとか、さまざまなこの3つの宗派以外のさまざまな宗教性、信仰性をすべて一つ、パラケルスの神学が、としてレッテルを作り、貼り、そして排除していく。またそういうことと同時に、これらとは違うんですよという形で正統主義を擁護していく、もしくはそれによってまさに自分たちの教理を固めていくといった方向性がここに見て取ることができます。このようにしてこのルター派の正統主義からの反発というものがあった上で、このあとこのパラケルスというのは単に錬金術、不思議な中性的な、お遊びのようなものの権威とされているのがパラケルスであり、かつ宗教的にも変なことばかり言っていた異端的な存在であるというパラケルス像が、イメージが17世紀後半から18世紀にかけてより定着していくといった流れがあります。大体このようにして宗派形成の時代というところの中でパラケルスを、主義、特に錬金術、それから今度は宗教的なものを位置づけることが一つ可能なのではないかといったお話をさせていただきました。